さんこんにちは、ギフトリンヘアリンフェイス代表取締役の関大輔です。どうも皆さんこんにちは、ギフト青山代表、大沼慶吾です。独身です。そうだよ踊らない方のクラブハウス、SNS アプリクラブハウスの音声のね、SNS アプリのクラブハウスです。そこで関君がフリーザを、あなたのこと知っていますよ、おー、フリーザーどうしたんだ、どうしたんだって、ちょっとっていうやりとりを、そう、本当最初はまあ、要はクラブハウスのその声真似部屋で出会ったので、まあ、付き合いという感じですね。付き合いでセミナーじゃあ買うよみたいな感じで年上の大沼先輩が言ってくださって、いや、そんないいんですかって感じだったんですけど、まあ、多分思ってたより良かったんでしょうね。めちゃくちゃ良かった、本当にぜひ会いたいと、まあ、そこで初めて食事に行ったんですよね。そうです。まあ、ギフトアカデミーって言って、プレイヤーの美容師さん向けの一応なんだろうな、コンサルというか、まあ、お客様の求めるものを、キャッチする力だったりとか、それを説明する能力だったりとか、関わり方っていうんですかね、やっぱり目的は施術をするのももちろんなんですけど、綺麗になって当たり前じゃないですか、この業界って。なのでどうしてもあの人にしてもらいたいという状態を作るべきなんですよね。ってなることがすごくこう成功への近道だったりするので、そこのこう、まあ、レクチャーというか、まあ、人の心をつかむためにって言ったら大げさですけど、喜んでもらえる技術っていうのってやっぱりこうただやるだけではないので、そういったところをこう、そうですね、僕が月1とかいろんな店舗で新人の教育とかさせてもらってます。それができるのはすごいよね。なんか俺その美容師以外の人にも通用するそのセクの、その理論というか、まあ、このマインド的なところもあると思うんだけど、そこが惚れてます。ありがとうございますギフトって一応ミスターチルドレンさんの、ギフトという曲名、曲の中の、ワンフレーズで、君の喜ぶ姿をイメージしながらというフレーズがあって、やっぱりこうただ技術をするだけ、さっき言ったような感じでただ技術するだけではなく、その人の喜ぶ姿までイメージしながら、施術だったりとか、こういうね、サロンワークだったり全てを行うことによってかなり結果っていうのは変わってくるのかなと思っていて、それが何よりこうお店の理念として持っています。なので経営方針としても、そういったスタッフが増えることによって、やっぱりこうあの人じゃないとダメだなって、思っていただけるような、スタッフが増えて、どんどんそういう店舗展開っていうのも今考えていますので、年内にできたらもう1店舗行けたらなとかは考えたりはしています。お客さんが、関君とこういろいろああなこだやりながら、お客さんにこれがいいんじゃないかってやって、でお客さんその時喜んでくれました。でもさらにもっと喜ばせるために美意識そこで終わりじゃないから、美意識をどんどん上げ続けられるように自分も頑張らなきゃいけないし、もっとないですか、もっとないですかって、ね、お悩み聞いたりとか、もっとこうしたいとかないですかって言って、お客さんと一緒に成長していけるような、なんかそんな感じが自分の中で美容師と美容に対してのなんか考え方としては今すごいしっくりきてる。だからそのお客さんが綺麗になって、もうこれ以上私綺麗にならなくていいですっていないじゃん絶対、まあ、ないそういう人じゃない限り、僕らの仕事に終わりないのかな。ディズニーランドのね、ウォルト・ディズニーが言っていた、まあ言ったよね、なんだっけ、なんだっけって言ってね、イマジネーションという言葉がこの世から消えない限り、ディズニーランドの完成は永遠にない。ウォルト、マジ一緒、俺もって思って、ギャルかギャル、ウォルトと一緒だったんだけど、それがまあ、俺が今思ってる感じかな、なんかね。それは本当、まあ、僕はその、最初店舗展開とかもこうたくさんできたらいいなとは思ってはいたけど、まさかこんなにも大物美容師がこう、お、強いな神カリスマですから、やかましいこの思いに賛同してくれて、ただついてくるじゃなくて一緒に第一線をこう前に行ってくれる人がいるだけですごく僕は安心するし、すごく心強いというか、で僕やっぱりこう得意な分野もあれば苦手なところあるじゃないですか。例えばセミナーのパワーポークだってすごく作るのが苦手で、僕は全部口頭だったりとか手書きでバーって書きながらで、なんかもう汚い字でやってたんですけど、消しながら、もう時間かかるねこれとかやってたんですけど、それを全部作ってくれるんですよ。で、それってせっかくその時間使って、作ってすいませんとかって謝った時ありましたよね。あ、あったね。いや申し訳ない、その寝る時間も惜しいんでって。そしたら、何て言ったか覚えてます？覚えてるよ。いやだから、じゃあこれ僕から、いや本当に今まで憧れてたというか、そのね、まだ関君 の、 セミナーを
見てこの感動していた側の俺がまさかそのセミナーのお手伝いをできるなんて目にも思ってないし、めちゃくちゃ嬉しいと。めちゃ今なんか一つ夢が叶ったというか。いや本当にそれやった時照れくさかったけど、やっぱり嬉しかったですよね。こう助けてもらって一緒に引っ張っていただける人はいないなとは思ってるので、もっとこれから増やしていこうかなと思ったきっかけもやっぱり大沼さんにあったので、うんうんうん、なんかそうですね、本当に仲間に入ってくれてありがとうというのは心から思います。ちょっとすみません嘘つき僕がセックに思うのは、あれ、もう本当に、つくづくその出会いのきっかけ の、まあ、そのセミナー、八神さんのセミナーでのオンラインセミナー見てから思った、あ、こんな美容師さん、本当にいるんだって思って、で、自分もそうなりたいって、前、なんかのオンラインミーティングがあった時にね、メモをいろいろ取って、やっぱり、まあ、セックに、みたいになりたいなと思って、メモにセキクになりたいって書いてもね、やばいメモでしたね。もちろん美容師としてもそうだし、思想もそうだし、そういうところを見て、あ、自分もそうなるべきだし、それって結局は、まあ、お客様のためだから、お客様のためにはもうセキクみたいに自分自身が美容師として近づかない、近づいた方が絶対喜んでもらえるっていう、どんどんね、美意識も上げれるし喜んでもらえるしってなったら、もうなるしかないなっていうところで今セキにはそれぐらいを思ってるし、なんかやっぱり自分ってなんか支援するのがすごく好き、うん、でもセキ君もね、なんか人に何かをしたいの好きって言ったけど、何かこうビジョンがちゃんと明確にある人に対して、なんか自分もまあ同じというか賛同して一緒にこう成長していって、気づいたらまあ抜かしちゃったりとか、応援してる秀吉がだんだんこう応援してるうちに自分も同じこう志にこうなっていって、まあ実力もついてきて最終的に天下統一しちゃいました、てこうみたいな、やば今から行くぞみたいな感じをちょっとふつふつと大丈夫です、そんな簡単に抜かれないんでだからその憧れから始まったけど、尊敬してる人と一緒に仕事できて楽しいし、ね、そして自分も成長してお客さんも喜んでくれて、で最終的にはまあ2人でどんどん大きくして、そんな感じで思ってますありがとうございます、はい、いや嬉しいですかね、照れくさいですね。やっぱり、まあ、人のためを思ってしている仕事なので、賛同してくれるメンバーの夢とか目標というのを叶えたいんですよね。やりたいことをもっともっと支援する場所でありたいから、自分のアシスタントのも、年明けデビューだし、これから入ってくる子も、福岡から上京する子もいたりするので、その子たちにとってただ働いてて勉強になるなじゃなく、その子たちの夢を本気で叶えてあげられるってなった時に、自分一人の夢叶えるよりも、ちょっとなんだろうな、ベタな言葉だけど、なんかその何通りもこう幸せを味わえるというか、なのでそういう場所にしていきたくて、で、まあ、また理念に戻りますけど、喜んだ顔をイメージして人のために尽くせる場所にしたいから、全スタッフがそういうみんなの、夢を、叶えるために協力し合えるようなお店であれば、なんだろうな、そういうのってもう売り上げとか、例えば手取り給料とか、そんなところとは全く関係ないところなんで、なんかそういう思いを持った、思いを大事にできる環境っていうのをこう作り続けて広げていけたらなと思ってます。本当にね、このね、お店もできてめちゃくちゃ楽しいです。よかった。だし、なんか可能性も広がるし、まあ、働きやすいし、思いっきり美容師ができるから、なんかこれを、まあ、いろんな人たちにもっと経験してほしいなとは思う、本当に。だから、そういう人が集まっていろんなの作ってたら、まあ、一個の、まあね、アトラクションがこうどん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 集まって、最近ね、ディズニーランドじゃないけどね、さっきのゴールドの話だけど、ギフトランドってどう作ったら？ギフトランド。キャンセルするなら今のうちですか？あ、いやいやいや、そう、もうギフトランド、終わりは永遠ないですよ、完成は。これ、来てる。滑ってる。このとこついてて、どれ見ていいか分からなかった。でもこれ、もらったんですよ、セキ君に。ギフト応援できた、その初日の時に、ポンって投げられて、同じでって言ったら、あげますって言って。本当にいいんですよ、ギフトって。これいつもつけて寝てます。いや、寝るとき恥ずかしいや。